9日、名古屋駅で、キハ85系のラストランが運転されました。キハ85系は1989年、東海旅客鉄道となって初めて登場した特急車両です。1989年からは、高山本線のワイドビュー飛騨として運転され、1992年からは、紀勢本線などのワイドビュー南紀として運転されました。老朽化などの影響で、2023年3月、高山本線の特急飛騨での営業運転を終了し、6月には紀勢本線の特急南紀での営業運転を終了しました。ラストランは高山本線などで臨時列車として運転され、鉄道ファンらに愛されつつ営業運転を終了しました。